次に西岡秀子さん、西岡さん。国民民主党無所属クラブ西岡秀子でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。若干これまでの委員の質疑の中で若干重複する質問があるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。日本の国際競争力が大変低下をしている、このことは大変憂慮する事態だというふうに思っております。ここ30年で国際競争力が1位であったものが30位31位、この科学技術力をしっかり高めていくということは我が国にとって大変重要な最重要課題ではないかと思っておりますし、国民民主党としては教育科学技術予算を倍増させていく、その財源として教育国債ということをずっと提案をさせていただいております。ただ先ほどからも質疑があっておりますけれども、基金について質問まずさせていただきたいと思います。今回の法改正は将来におけるビヨンド 5G の革新的な研究開発のために NICT に恒久的な基金を作るということでございますけれども、政府は2006年に基金の在り方について5年に一度事業を見直し、使用する見込みの低い基金は早急に国費に返還するなど厳格な運用を求めております。また2014年に閣議決定をいたしました経済財政運営と改革の基本方針によりますと、新規基金の立ち上げですとか積み増しについては財政規律の観点から抑制することを求めております。ただ、コロナ禍を経てやはり大変、新型コロナウイルス感染症の感染拡大というものが大変日本経済にも大きな影響を与えているということもあるのかもしれませんけれども、再び基金の活用というものに舵を切っているというのが現状だと考えております。基金につきましてはご承知のように長期的なスパンで特に研究開発については安定的な財源を確保できるというメリットがある反面、これはもう委員の先生方すべてご承知だと思いますけれども、国会の監視がなかなか届かず財政規律が緩むという構造的な問題を抱えております。また特に複数年度にわたって執行される基金が補正予算で計上されるということについては、この補正予算の緊要性というものに該当するのかという疑問もございます。今回第二次補正予算で基金を計上する必然性について、例えば毎年安定的な予算を確保するという方法もあるというふうに思いますけれども、松本総務大臣のご見解をまずお伺いをしたいと思います。松本大臣。すでに西岡委員からご説明をいただきましたが、どのような制度もメリット、デメリット、光と影の側面がある中で、私どもとしても、やはりその制度のメリットを最大限生かし、かつデメリットを最小限に縮減するように努力をする、この基金につきましても、先ほどにもございましたが、政府でもこれまでさまざまなチェックの方向について、示してきたところでございますが、今回も先ほどご答弁申し上げましたように、これまでの基金と同様に、国会へご報告を申し上げる、私、総務大臣も意見を付けさせていただくなどの形で、この基金の執行状況については、透明性を確保できるようにしてまいりたいと思っております。その上で、補正予算で計上する緊要性についてということでございますが、ご案内のとおり、このビヨンド 5G については、世界的な開発競争や市場獲得に向けた主導権争いが大変激化してきておりまして、まさに我が国としては待ったなしの状況であるというふうに考えているところでございます。現行基金による支援に続く措置を可能な限り速やかに講じる必要があると考えまして、今回、補正予算に計上をしたような次第でございます。この令和5年度概算要求から総合経済対策の取りまとめ、補正予算の編成によりまして、今回、令和4年度第二次補正予算の中で、公
恒久的な基金の造成を前倒しすることになったことにつきましては、先ほど、局長から、ご答弁を申し上げたとおりで、ございます。また、ビヨンド 5G をはじめとする革新的な情報通信技術の研究開発は、技術的難易度が高く、単年度の実施では成果が得にくいということ、複数年度にわたる取り組みが必要であります。また、国内外における技術動向や開発の進捗状況を見極めながら年度をまたぐ計画変更も柔軟に行う必要がある。また、各年度の所要額をあらかじめ見込みがたいということがございます。弾力的な支出が必要となります。このため、必ずしも毎年度予算を要求するのではなく、複数年度にわたって安定的、効率的に研究開発支援が可能となる基金により実施することが適当だというふうに考えているところでございます。よろしくお願いします。西岡さん。今、大臣からご答弁いただきましたけれども、やはり透明性、またしっかり国会でチェックをする機能を働かせること、このことも引き続き、普段のお取り組みというものをお願いをしたいと思いますし、過去に政府としてしっかりその方針を示しておられますので、このことについてもしっかり基本として取り組んでいただきたいということを要望させていただきたいと思います。次の質問に移ります。令和2年度の第3次補正予算で、2年間という期限を設けまして、NICT に基金が創設されたという経緯を経て、今回、基金を恒久化されるということとなりました。あえて2年間という期限を設けて、基金を設立をされていたわけでございますけれども、この間、ビヨンド 5G にかかる国際的な競争というのは大変激化をしているというふうに思います。まず、この2年間の研究成果について、どのように評価されているのかどうかについてお伺いをいたします。また、基金が恒久化されまして、これは先ほどの大臣からのご答弁でいただいたのかもしれませんけれども、改めてこの恒久化をしたということで、使途の透明化、そしてまた評価というものをしっかりしていかなければいけないというふうに思います。透明化については先ほどご答弁がございました。成果の評価について、今後の今回の基金についてどのように対応していかれるかということを松本総務大臣にお伺いいたします。松本大臣。現行の基金におきましては、ビヨンド 5G の中核となりうる技術の研究開発として、主にテラヘルツ波などの高い周波数による無線通信の実用化や宇宙通信ネットワーク関連などの先端技術の研究開発を実施しております。この評価につきましては、現在、外部有識者による進捗状況や成果に関して、行っていただいているところで、ございますが、この間、国内の特許の出願、国外の特許の出願、国際標準化提案などの件数を見ましても、2年間の研究開発によりまして、着実な成果が上がってきているというふうに考えているところでございます。新基金における使途の透明性の確保につきましては、先ほども申しましたが、現行のビヨンド 5G 基金について、おいて行われている国会への報告、また政府の基金事業の PDCA 強化にかかる方針に基づき、四半期ごとに基金の支出や残高を公表する、こういった透明性確保の取り組みについては、新たな基金においても引き続きしっかり実施してまいりたいと考えております。またもう一つ、研究開発の効果の評価ということで、いただきましたが、新基金においては、社会実装や市場獲得に向けた取り組みを強化することとしておりまして、現行基金にかかる取り組みに加え、総務省や経済やビジネスが分かる外部有識者が一定程度関与する仕組みを設けまして、研究開発による成果をモニタリングする体制を構築することを、検討しているところでございます。西岡さん。ご答弁ありがとうございます。今、大臣からもございましたけれども、政府方針によりますと、2030年代に次世代情報通信インフラ、ビヨンド 5G の実現に向けまして、その研究成果の社会実装や市場価格等の実現につなげていくとされております。我が国がビヨンド 5G で世界をリードしていくことができる、光通信分野、
特にこの光通信分野の技術に対して、特に重点的に支援に取り組み、世界規模での競争力を確保していくことが大変重要だというふうに思いますけれども、先ほど冒頭申し上げたように、諸外国に比べまして、研究開発投資額が十分とは言えない中で、先行している分野においても、その優位性が大変危機感があるというふうに思っております。今後どのような戦略を持って、この日本が今優位に立っている技術について取り組んでいかれるかということについて、総務省にお伺いをいたします。田原国際戦略局長。お答え申し上げます。我が国ではこれまで超高速通信を実現する光ファイバーや光伝送技術等の研究開発に取り組み、国際的な開発競争をリードし、その成果についてネットワーク実装、あるいは国内外の市場獲得につなげてきているところでございます。このため我が国は光通信技術において強みがあると考えておりますが、これをシステム的に結びつけて総合的なネットワークとして組み上げる構想と技術力においても世界で日本が先行しているものと考えております。ビヨンド 5G に向けて、そうした我が国の強みを生かして引き続き優位性を確保していくためには、今年6月の審議会答申に基づきまして、光ネットワーク技術をはじめとする重点技術分野の研究開発について、新たな基金により加速することとしているところでございますが、その研究開発の成果について、早期に実用化して、順次ネットワークに実装につなげる社会実装戦略、有志国とも連携して国際標準化を主導しながら、コア技術は秘匿化、権利化して囲い込む知財標準化戦略、主要なグローバルベンダーとも連携しながら、海外の通信キャリアの導入を促進し、世界市場の獲得につなげる海外展開戦略というものが大変重要とあると考えておりまして、これらを一体的に推進していくということで、我が国の優位性を確保できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。西岡さん。ありがとうございます。今我が国が優位性を持っている部分にしっかり今後取り組みを重点化していただいて、社会実装を含めてお取り組みをよろしくお願い申し上げます。以上で法案質疑を終わらせていただきますけれども、 NICT に関連をいたしまして、 NICT においては大変重要な5分野、そして戦略的研究領域4分野、この中にはビヨンド 5G も入っておりますけれども、お取り組みをいただいております。その中で、今日はもうほとんど時間がございませんので、太陽フレアについて総務省のお取り組みをお伺いをいたします。太陽フレアとは、太陽表面の巨大な爆発現象で、しばしば表面、太陽の表面で起きている現象でございますけれども、この太陽フレアが私たちの生活や社会に与える影響というものが明確となってきております。この太陽フレアに対する総務省のお取り組みをお伺いをして、私の質問を終わらせていただきます。田原局長。お答え申し上げます。太陽フレアに関する取り組みでございますが、太陽フレアにより通信、放送、人工衛星、航空機などに電波を利用、航空機など電波を利用する社会インフラに深刻な影響をもたらす可能性があるということから、NICT におきまして、24時間365日の有人運用体制により、このような異常現象の発生の把握、予測を行い、予報や警報を送信する宇宙天気予報というものを実施しているところでございます。先般有識者検討会を開催いたしまして、ご報告書を取りまとめていただいたところでございますけれども、宇宙天気予報の高度化に向けて、警報に関する体制の強化、社会インフラの影響と効果的な対処の在り方、学術研究の強化、人材とコミュニティの強化などについて、この検討会でご提言をいただきました。総務省といたしまして、この本報告書を踏まえまして、例えば警報に関する体制の強化につきましては、NICT と連携しながら、社会インフラへの影響を考慮した新たな警報の出し方、あるいは関係省庁に対して迅速かつ確実に情報を送り届ける仕組みの確立など、本提言の具体化に向けた検討を NICT 並びに関係省庁と連携しながら進めているところでございます。西岡さん。若干時間がまだございましたので、宇宙天気予報についてよろしければご説明をいただいてよろしいでしょうか。この取り組みについて。
はい、宇宙天気予報につきましては、NICT でまず24時間365日 の有人運用体制で、その観測をしながら、予報、予測、警報を出しているという状況でございますが、この宇宙天気予報の分野で、より幅広い層 の方にも、いろいろこういう宇宙天気予報、太陽フレアの情報という状況というものをご理解いただきたいということで、この先ほども申し上げた先般の有識者の検討会の報告書におきましては、新たに宇宙天気予報士というものを民間の資格制度として創設して、宇宙天気に関して一定の知識を有し、宇宙天気現象がもたらす被害と国民生活への影響に関するメカニズムについて、他の人に分かりやすく説明することができる人材が活躍できる仕組みを作るべきとのご提言をいただいているところでございます。この提言を受けまして、関係者で構成されます宇宙天気ユーザー協議会というものがございますが、こちらにおいて宇宙天気予報士として認定登録する仕組みを具体化すべく現在検討を進めているというところと承知しております。総務省といたしましても、こういった民間における取り組みを後押しするとともに、NICT における研究人材の育成等を通じて宇宙天気に関する人材育成といったものの取り組みを進めてまいりたいと考えております。西岡さん。時間となりました。質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に宮本拓